します。そして V ロンだ V、 この V ジャンプレイ公式ニュースでは毎日18時にジャンプに関するニュースをみんなにお届けしていく V。 今日は何をお届けしてくれるの V ロン。今日は遊戯王情報をお届けする日ということで、はい、最初のニュースは V ジャンプ11月号から連載開始、漫画遊戯王セブンスルーク爆裂波動伝の紹介だ V。 おー、新連載、新連載がスタートする V。 うんうん、アニメ遊戯王セブンスのコミカライズ作品がついに V ジャンプ11月号から連載スタート。この漫画を描くのはジャンププラスで天神を連載していた杉江タスクさん。またストーリーはアニメのデュエル構成や漫画版 5Ds のストーリー担当としてもおなじみの彦久保正宏さんだ V。今回は特別に発売前の漫画をちょっとだけ見せちゃう V。 発売前ですか？発売前 V。 読んでいいの？読んでいい、これ特権だ V。 嬉しい、お願いします。それがこちらだ、ババン。おー、読みます。読みましょう。はいはいはい、かわいい。まずもうあの優雅がかっこいいのわかりますよ、うん、ドーミンちゃんかわいい。そう、そしてねアニメとは違い漫画ではルークが主人公。第1話では早速ルークと優雅がラッシュデュエルをする場合。待って待って待って、どうしたどうした、セブンスロードマジシャンがもう出てきた。あ、そうよ優雅の切り札であるセブンスロードマジシャンが早速登場さらにルークが連撃竜ドラギアスをアドバンス召喚。第1話からエースがぶつかり合う大熱戦のデュエル V。 その結末は V ジャンプ11月号で確認してほしい V。 終わったー、続きが読みたい。そう、もうね、お試しだから。あー、もっと読みたいよ。これだけしか見せられません。読ませてくれ、お願いだ読ませてくれ。無理だって。デュエルの王になるため切り札の連撃竜ドラギアスとともにさまざまなデュエリストとラッシュデュエルで対決する漫画版遊戯王セブンス、みんなぜひチェックするべい。みんなぜひチェックしてね。そして本日2つ目のニュースが、うん、明日発売ラッシュデュエルキャラクターパックガクト、ロア、ロミンの紹介だべい。おお、今日はもうラッシュデュエル祭りべい。そしてね、そのカードの実物が届いてるべい。それがこちらだ、ババン。おー、これかー。それぶい、それぶい、かっこいい。かわいい。そちらはそれぞれガクト、ロア、ロミンというアニメの主要キャラクターの新しい演出モンスターが今手に持ってるやつぶい。これかー。それぶい、それぶい。うわ、かっこいい。かっこいいのよ。キラキラじゃないか。また見てくれー。そしてさらに右手に盾を左手に剣をっていうね魔法カードもあるんだけど、うんうん、そちらはねこれだ、レジェンドカードといってデッキに1枚しか入れられない代わりに超強力な効果を持つカードとなってるべい。ほんとだ、レジェンドって書いてある。 それはもうね1枚しか入れられないんだって。かっこいい。かっこいいのよ。ちなみに、うん、ガクとロア、ロミンの新エースは、うんうん、アニメにはまだ登場していないので、うん、今後のアニメでどんな活躍をするのか期待べい。そうなんだ。え、まだ登場してないのにもう先にカードとしてゲットできるんだね。そう、ゲットできるべ。うーん、そしてみんな毎週土曜日朝7時半からスタートするアニメ遊戯王セブンスを絶対チェックするべ。わー、楽しみだな。新連載も始まって盛り上がってるな。めちゃくちゃ盛り上がってるべ。そして本日9月18日にラッシュデュエル初の公式ガイド、うん、遊戯王ラッシュデュエルラッシュロードガイドが発売されたべ。おお、遊戯王ラッシュデュエルラッシュロードガイドには、うん、先ほど紹介したキャラクターパックガクト、ロア、ロミンを含めこれまでに発売されてきたラッシュデュエルの全カードが掲載されているべ。そしてまたアニメ遊戯王セブンスのキャラクターの設定やストーリーの紹介はもちろん、うん、この本で初公開となるアニメの設定画も大量に掲載されているべ。そうなんだ。この本を読めばセブンスのお気に入りのキャラクターが使うデッキをラッシュデュエルで構築できるようになるべ。わー、え、私めちゃめちゃまだまだ初心者だから、うん、絶対ぴったりだね。絶対これ読んだらもういろいろわかるから。うわー、絶対ゲットしよう。それそしてさらに本書には、うん、遊戯王ラッシュデュエルのカードアタックボル系のドラゴン、うん、正当なるバーストブレス、うん、竜の執念が同梱されてるべ。え、ついてるの？3枚ついてくるべ。これかー、かっこよ。めっちゃかっこいいの。
そうよね。これでまた私のデッキがパワーアップする。今日は本当もうラッシュデュエル祭り。ありがとうございます。というわけで今日の V ジャンプレイ公式ニュースはここまで。みんな最後まで見てくれてありがとう。 V みんな今日も見てくれてありがとう。いや、私のようなラッシュデュエル初心者が、うん、もっともっと強くなるための本が出たから頑張ってデュエル練習したいと思う。みんなも一緒に頑張ろう。明日も18時から V ジャンプレイ公式ニュースあるから絶対に見てね。せーの、またねー。